はい、どうも、ペラ歌手の高橋達也です。皆さんお元気でしょうか。今回ちょっとこのナレーションっていうね、なんていうんですか、これまあ iPad で、iPad Pro で編集してるんですが、まあそのソフトでナレーションっていう機能があって、こう動画を見ながらナレーションつけれるので、ちょっと面白いので、今回はナレーションもつけてみることにしました。はい、皆様、お元気でしょうかね。ちょっとオミクロン流行っておりますが、僕の生徒たちも、ね、みんなちょっとかかってしまって、結構なんだろう、自宅で自宅待機というか自宅療養してるのかな、10日間ぐらいで、やっぱ陽性が続くと、嫁のね、弟さんも陽性がまだついて20日間ぐらいもずっと陽性がついてる状態なんですけど、なんかまあ軽症だからまあね、どうかなっていう感じですが、まあ、エマちゃん本当大きくなって、はい、なんかナレーション面白いですね。なんか映像見ながらこう喋れるっていうので、あれ海ですね。この日めちゃくちゃ天気良くてね、気温が16度7度ぐらいあったんですよね。結構ちらほら、普段ならあんまり外、ね、やっぱ寒いので出歩いてないんですが、出歩いてますね、この時期ね。で、まあ今日はね、ちょっと見てもらいたいのが、嫁とのね、エルナーニの、コレペティのレッスンなんです。はい。で、嫁は、忙しいので、全然エルナーニを勉強してないんですが、初見って、初めてね、初めて見て弾いてる状態なので、あんまり、こう、本領発揮してないのを、はい。してないんですよ。で、まあ、それをまあ YouTube に載せて多分ブチ切れられるかもしれませんが、まあね、すごいので、やっぱ僕の嫁は天才なので、でやっぱり僕がこうだけこう歌えてるのは嫁のおかげっていうか、もう本当にもう嫁の耳が良くて、本当に全てを正してくれるっていうか、はい、足りない部分を全部言ってくれるっていうのが嫁なので、はい、感謝しております。ということでね、ちょっとまあ嫁と の初回レッスン、もうめちゃくちゃ恥ずかしいですけど、僕は、まあ、初伴奏合わせで、初、嫁は初弾きということで、はい。小山ちゃんね、土で、いろんなもの植えてるんですよ、あそこね。かわいい。というわけで、ちょっとご覧ください。Mentre la stai dicendo? Sì. Però non si sente che stai pensando. Perché tu sembra molto sol fe delta de omaggio. Cioè, pensa a sol fe delta de omaggio. Cioè, una cosa molto più importante, secondo me, di come la fai tu. Ok? Sì. Sol per età de omaggio a... Falla a tempo prima, poi semmai lo rallentiamo. Sol per età de omaggio a... La presenza del sole.
Augusto imperatore. No, capito. La parola è va più clamava Augusto, cioè è più importante. Ah, ok. Ok. L'elettoral consesso va clamava Augusto imperatore e il Cesare insegne Osire ora vindia. Osire. Io capisco Osine. Osire. Osire, Osire, sì. Osire, oh! Osire. Io sentivo sine, scusami. Sire? No, devo no fare. Assolutamente, no, sono io che... Osire! Eccolo, questo è giusto. Vai ancora, l'elettoral. L'elettoral consesso, acclamava Augusto imperatore. Augusto, questo è importante, acclamava Augusto imperatore. Ok. L'elettoral consesso va acclamava Augusto imperatore e Cesare insegne Osine ora vindia. はい、というわけですね、2時間半のレッスンが終わりまして、現在というか、今ナレーションつけてるんですが、まあこれを見てわかるように、まあレッスンが終わったというか、まあ嫁はね、ほとんどまあ初めてエルナーニを弾いたんですけど、まあ見事としか言いようがないですね。やっぱ天才っていうか、まあ、それをもうまあ2時間半みっちりまあレッスンしてもらって、まああとまあ1ヶ月と10日かなぐらいで、まあ本番というか音楽稽古が始まるので、まあそれまでにちょっとまあしっかりね復習してやってきたなと思います。でまあ今これ何をしてるかというとですね、レッスン終わってちょっとまあ鬱憤晴らしと、まああんまり歌えなかったんで、アリアをねちょっとまあ今からこれ何時間ぐらいやったんだろうな、結局1時間半ぐらいかな、やったのは。で、K だから2時間と違うんで、4時間ぐらいかな、歌ってたのは。で、朝8時からね、8時じゃないか、9時から、こっちの9時から、1時半までは、オンラインレッスンでね、ちょっとオンラインレッスンしてて、それが終わって、で、まあ、エマちゃんたちと、まあ、外で遊んで、今、こう、嫁とまあレッスンして、で、今4時間ぐらい歌ってるのかな。
合計で言うとまあどんぐらい歌ってんのかな、なんか結構まあ歌ってる感じです本当に。一日でもそんな歌っちゃいけないんですけどね。でもなんかこの日はまあめちゃくちゃなんか声が出たっていうか、あこれね事務所から電話がかかってきまして、はいカッシェってその歌劇場のねいくら1回のレチタって1回公演、まあ一つのプロダクション7、8回公演あるんですけど、その7、8回、の1回分のがいくらになったかっていうのが連絡来まして、はいっていう、まあ事務的な仕事で、まあ次の公演のね予定もいろいろまあ組み立てつつ、そうですね、まあ僕年間にまあ本当にできれば本当 2,3 個プロダクションやって、あとは家族と一緒にいたいので、まあ、それぐらいやればいいかなと思っております。あとはもうちょっと更新の指導にちょっと力を入れてまして、はい、日本中で僕のレッスン生がどんどん有名になってくれればなと思っております。はい、とまあそんなうちにまあドンカルロね、これドンカルロ歌い始めたのは結構もうなんだろう、この曲すごく思い出がありまして、嫁とね出会った曲といいますか、嫁がそのミラノでね別にキャスティングマネージャーとかやってない時にレッスンをしてたんですけど、パルマに住んでたのに、でミラノに出稼ぎに来てて、でその時に偶然まあ僕先輩のつながりでレッスンしてもらうことになって、でそのレッスンの時に歌ったのがドンカルロなんですよね。でもあの時はもうボロッカスに言われましたけど、まあそれでまあ慣れ初めの話はまあさておきまあ気になる方がいましたらまたなんか話したいなと思います。はい、まあ嫁は先生で僕は生徒だったので、まあそれだけです。はい、ではい嫁がね、まあ、気に入ってくれて、Facebook、 今もう昔はね Facebook とかが有名だったので Facebook も交換して、でコンクール、ベルディコンクールで受けてたので、その時に下手くそな時期にねベルディコンクール受けて、では見事まあセミファイナルぐらいで散って、ダメだったんですけど、まあそれまでずっとなんかサポートしてくれて、まあ、そっからなんですよね。そっからもうなんか付き合い始めて、まあ、すぐ結婚っていう形で、はい、っていう感じです。今まあレコンディタを歌っておりますが、結局なんかオペラ一本っていうかオペラ一本勉強した後に結構僕はアリア、まあリサイタルにを兼ねてちょっとまあアリア探しもしてる感じですね。まあ、オペラ一本見るのが普通なんですけど、そうで今まあアリア、まあレコンディタなり、いろいろ見ております。まあまたなんかフランスもののアリアとかができればいいなと思うんですが、はい、ちょっとレコンディタ歌ってちょっとまあ気分も上がってっていう感じですね。今そんな感じです。まあ、なんというかそうですね、特に話すことないんですが、僕トスカすごく好きで、なんていうんだろう、主人公がみんな死ぬじゃないですか。悲しいオペラなんですけど、なんかトスカのカバラドス役ってすごく、なんていうんですかね、テノールでは珍しくゲスな男ではないっていうか、なんかこうすごくいい男で、しかもなんかこうね、いいアリアがいっぱいあるし、しかもビトーリアビトーリアってね、有名なとこもありますし、はい、というわけでこれヴィンチェロ歌っております。またこれ1曲歌ったんですが、嫁がねすぐやめなさいっていうことで一遍怒られまして、また、ね、アクートだけちょっと練習したんですけど、はい、というわけでね、でまあ案の定嫁に怒られまして、アクエトばっか練習してんじゃねえよっていうことでねまあテノールあるなんですか、あるあるなんですかね、やっぱりこう
あのアクート練習しておかないと不安なんですよね、毎日。で、まあ、寝る、朝起きてから寝る、寝て、あの夜中まではずっとアクートのことばっかり考えてます。やっぱり声のことばっかり、はい。まあ、どちらかというとやっぱ声がありゃいいかなと僕は思ってるので、あの音楽性どうこうよりは、はい、まず声っていうか、まず声が、楽器が良くなければね、いくらこう下手な音楽でごまかしたってやっぱりこういいものには勝てないっていうか、うん、っていう考えが僕にあるので。だからやっぱりイタリアっていう国がそうなんですよ。やっぱ声がすごくこうみんなすごいっていうか、人それぞれやっぱあの個性があるし、そう、個性がありながらこうなんだろうな、すごいって響きっていうか、やっぱこう人それみんな同じにならないっていうかね、結構ドイツ系の人たちってみんなこうあのみんな一緒に聞こえるんですよね。真似してるというか、教え方は何なんですかね。なんか個性がないというか、音楽性にまあ個性は出るけど、やっぱ声に個性がないっていうか、やっぱ聞いててちょっと面白くないんですよね。はい。そんなこんな今仮面舞踏会歌っておりますが、コロナ前はね、イギリスの方で、仮面舞踏会、本場イギリスで、仮面舞踏会できるはずだったんですが、それもコロナでおじゃんになりまして、はい。で、まあ今度オーストラリアのね、シドニーの方のオペラハウスの方で、仮面舞踏会のオーディションがあるので、それが、そのキャスティングマネージャーがね、ボローニャに来るらしいので、僕の事務所とつながってて、ちょっとぜひ声を聞きたいということで、まあ、いつになるか分かりませんが、まだちょっとコロナでね、散々なので、いつになるか分からないんですけど、まあちょっと、それに向けて、アリアもどんどん勉強していけたらなと思っております。はい。まあね、仮面舞踏会も好きで、やっぱ好きなオペラ、僕はなんていうかね、こう人生の中で本当に5、6本レパートリーがあればもう十分なんじゃないかなと勝手に思っております。はい。まあ、僕の好きなオペラっていうのはね、まあ、トスカ、仮面舞踏会、ウェルテル、もうこの3つはもう欠かせないですね。はい。というわけで、まあこの最後ウェルテルアクート歌って終わりなんですが、まあ、この動画が良かったと思う方は、まあ、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またね、オンラインレッスンもやっておりますので、希望の方はメールでどしどしご応募ください。というわけで、練習のね、模様でした。チャオチャオ。